ふわっちの皆さんこんにちは今日は2018年の4月の9日ですお昼の13時56分です東京は晴れですよろしくお願いしますどんな映画作りたいのうんそうだねいやまあま,まずはとりあえず映画自体を作りたいっていうのが俺の中にあって でドキュメンタリーも撮りたいんだけどノンフィクションというかドキュメンタリーものも作りたいんだけどまあ1回目は創作物を作ろうと思っててでまあ描きやすい恋愛系の映画を作ろうかなっていうのが今の俺の考え方ででまあこう生きるっていうことと死ぬっていうこととまあその狭間にある性とか恋愛みたいなものをうまく表現できたらなっていうふうに思ってるかなそれが今撮りたいものだね ままあまあそのこう現代にはびこってるまあいい映画いい恋愛みたいなそんなのは全然違うってアクションはまあ冗談で言ってたんだけどうんドキュメンタリー的ではない本当に撮りたいと思ってまあネタがいくつかあって最初は創作物を撮るっていうでまあそれでまあ出品するドキュメンタリーだとかだとあの評価ってなんつうんだろう難しいから。 その取れ高勝負しないといけないから先に頭にあるものを創作してでまあ映画のショーとかに出品してあの頑張っていけたらなっていうふうには今考えてるかな、うん、まずその表現っていうその分かりやすい創作物として提出して、うん、で結果が出たらまあドキュメンタリーとかゆっくり撮ってこうかなっていうふうに考えてるまあまあとりあえず映画が撮りたいっていう感じだね今のところは。 現段階ではね、それがまあ目標かなうんでまあ今予算を見積もってだいたい300万ぐらいで勝負しようかなと思っててでもまあ300貯めてから動き出したら遅いからとりあえず機材代に100万かかるのだから一個一個もう買っちゃおうと思って支援が入ったら今はそういうふうに思ってるかな まあでも本当にアクションとかまあまああのー、撮ってもいいし何でもいいと思うよ作品として残せるのであれば俺はどんなものでもいいと思ってるかなどうなんだろうな予算が集まってからもエキストラなどいろいろそれからもうんなるべくその人数使わないでっていうか仲間内で まあ協力してくれる、まあ、どつでですすすすととももさんいいいい来ててくくれてありがとうございまま嬉しししよろしくお願いしますえっとなんかそこに人件費に予算かけるっていうことは難しいからまあその仲間で協力してくれたりとかやってくれるっていう人の中で最大限表現していくしかないなと思っててあんまりだからキャストは使わないっていう方法で何度か考えてるよろしくお願いします で何かななんか俺結構そういう表現の映画好きなのそうそうあんま好きな映画じゃないんだけどソうのワンの表現とかっていうのはあ応援ありがとうぜひぜひなんかまあやりきれたらいいなと思っててそのソうのワンとかもさキャストもまあ3人じゃん3人とつかまああれ2人じゃん結局箱の中で撮っててとか,なかブレアウィッチプロジェクトとかも低予算でうまく撮れてるし マイケル・ムーアなんか一人でやってるわけだから。やり方っていうのは色々あるのかなと思ってて。だから森達夫、森達夫さんのフェイクとかも、ね、サムラ・ゴーチさんしか出てないし、奥さんと。なんか、どうなんだろうな。どうやってやっていけばいいんだろうなって。完成したら主張できるのかな。今それを YouTube で無料公開する形にするのか、えっ、ー、と、映画祭とかを開いていって、レンタルして各地で。 本当にお金払ってもらって会場で見るっていう手法の方がいいのか今考えてるのは、ね、ティザー映像って言って予告編みたいなのを YouTube に開けてで最初の地方公演全部回って公開要は1000円とか1200円とか取ってみんなで見てでその感想とかも映像に残せる時は残してで舞台挨拶もちゃんとやってこの映画の趣旨とか意図とかを話して見てもらうっていう。 で、そういうオフ会みたいなものを開く。おはようございますそうのワンは面白かったです僕もそう思いますあの、地方でちゃんと公開して、コミュニケーション取って、その映画自体のファンっていうのと、ちゃんとしっかりと意見交換というか、ここ良かったよとか、こういうふうにやったら次はどうとか、あの、応援してるよとか、ちゃんと組み取ってやりたいの。で、それが終わったら YouTube で無料公開してもいいのかなっていうふうに考えてるかな。 ちょっとその辺はね俺もまだわかんないとりあえずまあ動き出したばっかりだからこれからいろんな課題が見えてくると思うのでそこに対してどうやってやっていけばいいっていうのまあまあ道中を楽しむっていうのは俺の生き方だからまあ失敗も含めて楽しんでいけたらなっていうあとまあ実際リスナーさんで映画作るって公表してから映像関係のお仕事してる人とかまああの問い合わせが来てて本当に協力したいって言ってくれてるのよ で今度一緒に飯食う人とかもいっぱいいるからだからなんかなんかそういうねエキストラでリスナーさん出てもいいと思うし出たい人はあと配信者でねあのー、役やってくれる人とか新夜長とかもやってくれるって言ってたからあのー、実際動き出したら声かけようと思ってるんだけどなんかこう手探りでやっていこうと思うねまあ一個一個ゆっくり積み重ねていって 失敗も含めてまず知ってもらうことが一番まあそうそうそう YouTuber 影響も誰でも見れるか考えるところだよね和道さんまずはねリスナーさんに恩返ししたいということででちゃんとリアルに来てくれる人とちゃんと予算をかけてお金を払って見てくれる人とファンとの交流っていうのをしっかりやりたいからまずはそこでその次にリスナーさんって考えてる順番が逆「ありがとうございます新八丁の採用は怖くないです新八丁はいい人です!」 新野町は僕が映画を撮るって言ってた時に窓僕のことを映画撮っていいよって言ってくれたとってもいい人だと思います。新ちょを採用したいと思います。よろしくお願いします。あのー、なんて言うのかな。まあ、確かにネットの媒体っていうのはうまく使わないといけないっていうふうに思ってるんだけど、そう、順番が別に先にネットが公開じゃなくてもいいと思って、先に、なんつうのリアルにあ,ありがとうございます。チャンマルさん、アイテムありがとうございます。嬉しいです。 ハートここありがとうございますあの何て言うのかなそれはさ別にさ先にまあ最初の半年間地方回って劇場借りて公開しても別にラグはあってもいいわけじゃんネットはネットで流行ってもいいと思ってるしただそのお金をかけて作ったものを無料で見てもらうっていうのがどういうことなのかっていうのが俺がその業界のことをよく分かってないからそこは何だろうこうやりますっていうのは今言うタイミングではないかなっていうふうに考えてる。うん 人脈は広が広るのは素晴らしいね特にその本当にこの前コメント書いてくれたリスナーさんとかはあの結構本格的にプロとして、まあ、とある作品を作ってる人で,で今度お茶しましょうって言ってくれててで本当に映画作りたいって言ってくれてて。 まあ1回話して俺の経歴とか俺の思いとかを話してでどういう形でこうスタッフさんとして参加していただけるのかっていうのをこれから話していこうと思うんだけどまあまあ楽しみだねいろんなまあ右翼曲折あるけれどもその辺とかこう,うまくねできたらいいなっていうふうに「新八丁はもう事件を起こさないと思います!」 彼は反省しししてままたた youtube の謝罪動画を見ました大丈夫だと思いますだからなんつうんだろうな、うん、まあ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 枠の中で話してくよ相談もしていくし、うん、こういうことで困ってるんだけどどうしたらいいかなってまあ結果ねあのなんだかんだ助けてもらう可愛がられてるからいろんな人にまあ「持ちは持ちや」っていう言葉がある通りさあの お金持ちにお金のこと助けてもらって映像のことで困ったら助けてもらって編集マンのことは編集で助けてもらうそういうやり方で俺はやっていこうと思ってるんだよね僕は深夜帳は友達なので深夜帳は写ってもらえたら嬉しいなと思ってます頑張ります応援してくださいよろしくお願いしますまあまああのその辺かな深夜帳は友達です あのそういう感覚俺の中では映画で失敗する人は自分のかけたお金を求める、えー、求めるところかなと思うん自分のかけたお金を求めるところ自分の作った作品をよりたくさんの人に知ってえ人にってかな私的にね何も知らないけど和堂さんの作品は気になる人ああ全然全然とにかくその見えるところっていうのは作るからみんなに見せたいっていうのもあるしだからそれをどういうふうに還元した方がより いい還元の仕方なのかってていう方法論を考えてるだけでうんだけどその300万かけるわけだから300万を回収する方に行くのかどうなのか賞を取って回収するのかどうなのかっていうそ,のそういうノウハウとかもこれから勉強していかないといけないからそうじゃなくてインディーなんだから300かけて別に金じゃなくて無料で配るっていうやり方もあると思ってるんだけどその狙ってるところは本当に 映画として評価されたいっていう風に思ってるからその辺はまあプロモーターの人とかねにうまく相談しながらやっていこうと俺は思ってるかな風船ありがとうございますぼっきさんいつもありがとうございます嬉しいですよろしくお願いしますぼっきさんの風船は映画を撮るお金にしたいと思います グッドボタンありがとう。たけしさんはすごい人です。僕は会えるような人ではありません。もしたけしさんに会えたら僕は嬉しいと思います。いつか会いたいです。ああ、全然いいよ、全然いいよ。うん。あーまあまあ,まあ、まあ、楽しみにしてもらってるのはすげえ嬉しいわ。ありがとう、ありがとう。一番の原動力になるから、俺も早く自分の作品に会いたいし。 頑張りたいだよ早く自分の作品と出会いたい 疲れた慣れないことはやるもんじゃないよ本当に。 僕はたけしさんではないのでアウトレイジには関係ありません守護神さんごめんなさい僕は関係ないのでわかりません ツイッターのフォロワー一人減ったな。難しいな。 なんかさ古いリスナーさんでもう多分俺の放送を見てないと思うんだけどさあの 2, 2年前じゃないなもう3年前ぐらいだと思うんだけどすげえ支援してくれてたリスナーさんででめちゃめちゃイケメン「僕は頭が悪いので守護神さんの言ってる意味があんまりよくわかりません!」。 でも、なんかコメント書いてくれてありがとうございます。いっぱいコメント書いてください。なんかさ、あの、僕はリスナーさんに悪い奴だって言われてたので、悪い子をやめます。ひねくれてると言われてたので、素直になります。素直でいい子で、いい子になります。よろしくお願いします。あの、 3年前にニコ生でずっと支援してくれててめちゃめちゃイケメンの社長さんがいたのよ。であのー、ずーっと支援してくれててで今でも時々連絡あってどれくらいだったかな2年前にも1回もう放送のリスナーさんとしてはさ全然多分俺のこと見てないと思うんだけどあのー、また連絡もらってさ今日夜会いに行くんだけど何だろうねなんか地方の人なんだけどまあたまに東京に来てです なんか嬉しいよねずーっとよくして,てくれてた人が近くにいるから一緒に会おうよって言ってくれてさん,んかいいなと思ってなんかそういう人に声かけられたらまあ恩返しじゃないけどさ断れないよねやっぱり和ド君のドキュメンタリーは意義がありそうなので作品 え息がありりそそううううななな作品になりそうでどうなんだろうね結局ねその映画って何なのかって俺人生そのものを2時間に圧縮するだけだと思ってて小説でも「悪い子はダメですいい子になります」えっとえ人生そのものが俺は1本のフィルムだと思ってるのだから何て言うのかなそ,うそのハイライトっていうのを2時間に詰めるだけだと思ってるのそれがまあ創作でしょう うん、だからまあ俺が見える世界をさこうみんなにシェアできるようにする装置だから映画そのものっていうのはだからまあ自分を知ってもらうためのなんかこう表現でありたいなっていうふうには俺は考えてるので例えばそのテレビで見るホームレスっていうのとさ俺が知ってるホームレスっていうのは全然違うわけよだからその辺とかもうまく描いていきたいしまあ最初はあのドキュメンタリー作品ではなくて 創作物なんだけどまあいろんなエッセンスが入ってくると思うのよその俺が世界をどう捉えてるのかっていうのを視覚的にビジュアル的に見せることができるわけだからもうそれって普遍的なものじゃんあこいつはこういうふうに世界が見えてるんだっていうのをさそのまんま受け取れるわけ言葉っていうのは解釈が必要なんだけど映像っていうのはダイレクトに伝わるわけだからやっぱそこで表現はしていきたいなっていうふうに俺は考えてるから。 まあ蓋開けてみないと分かんないよねだからもう今そのスポンサー募ってるわけなんだけどもう俺が作った映画見たいと思う人は力貸してくれっていうのが素直な気持ちなんかテスター版見せろよとかなんだかんだって「リスナーさん延長がしたいのでアイテム花火よろしくお願いします」あの「ティザー映像見せろ」とかさいろんなこと言われるんだけど結局 あのそれだったら無理だと思ってるからあの「ここがダメだあれがダメだ」って口出せれるだけだからじゃあポンって金出してくれる人がいたらいいなと思ってるねあ「何も言わないで作りたいもん作れよ」っつってパッと「わかりません僕はアホなのでわかりませんでも映画が作りたいです頑張ります!」 ままあまあ結果その作ってからが作ってどうなるのかっていうのが見てみたいよねリアクションがまあ良かったのか悪かったのかっていうのはもうそれはさあの俺の人格とかどうこうの問題じゃなく作品としていいのか悪いのかっていう話になってくるからそこはまあ、世間がどう動くのかっていう社会がどう変わるのかっていうのも見たいし。 どううなんだろうねもしかしたら全然全然描けなかったりするかもしれないしでも俺は多分いけると思ってるんだよねセンスで生きてきたからセンスでなんとかしようっていうまあ映画の学校とかも出てないけど自信があるんだよなぜかなんでなんだろう もしよかったらグッドボタンよろしくお願いします。グッドボタンとスーパーチャットよろしくお願いします。 コメントありがとうございます。よろしくお願いします。 ふわっちのリスナーさん延長したいので、アイテムよろしくお願いします。 一旦疲れたから、あれか。これでアイテム上がんなかったら、ね、ちょっと YouTube 一本で行くわ。一回ふわっつ切るわ。ちょっと疲れたわ、俺。 ありがとうございます。 お金を集めるためにいい子になります。頑張ります。 リスナーさん、いつもありがとうございます。ふわっちの枠はこれで終わりにしたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。終わります。 リスナーさんは ATM ではありません。とってもとっても大事な人です。ありがとうございます。 ありがとうございます。